あ、いいよ。手前、どっちでもいい、空いてるから。じゃあ、次行きましょう。的さんの手が、と、電脳さんの陣。空いてる方でお願いします。さあ、これはどっちですか、的さんの手が、と電脳さんの陣ですね。さあ、手が強化点が多く周りのキャラが弱体化している部分、まあ、弱体化って言っていいのかどうか分かりませんが、今のところ目立った強化点があまり見られないキャラが多いので、手がは相対的に、そうですね、まあ、元々稼働初期の投げキャラのランクは高いものですが、それに加えてもランクが上がっているのではないでしょうか。さあ、まず押しているのは電の陣。画面端に追い込んで、これは相変わらずきつそう。さあ、この距離はさすがに手が厳しい。あのジャンプシート差し合える技はきっとないでしょう。シーショールカウンターしますが、追撃はいけず。のじ合い中には A 吹雪などで追撃しての見られたんですが、拾いのコンボがあるんでしょうか。さあ、空対空ジャンシーからワンコンボ。画面端を維持する。さあ、コレダーで強引にスロットするが、ジャンシーに負けてしまい、ここで、吹雪カウンターから、ひよく月面。さあ、テイガーの体力が残り 0.5 割。さあ、あのジャンプシーが非常にきつそうなテイガー。ゲージは 100% あるため、ワンチャンスは残されているのか。さあ、最後は前 B が漏れてしまい、そこにジャンシーきっちり刺して、一本選手は電脳陣。さあ、またもや、ジャンシーで横押ししていく。さあ、ここはバックステップからの A ドライバー。さあ、B ドライバーからの、ガジェットですね。引き起こし技で吸えるんですが、A ドライバーだと、ダウン時間が短いため、さすがに吸えない。ここは、ジャンビカウンターから G 力をつける。さあ、G 力があるうちに選択肢を迫っていきたい。さあ、これはしっかり A 吹雪で落としていく。さあ、テイガーさんには未だにジャンピーコンボ入るようです。さあ、テイガーさん相変わらずクライハンテでかいですね。さあ、体力的にはほぼ五分といったところでしょう。これは前 C からのダッシュキャンセルに対して、ジェネシックエメロテイガーバスターを決めて、さあ、最後はしゃがみ D とスパーク相打ちして、お互いに1ラウンド取って最終ラウンド。バスターお互いに2個持ちですね。さあ、あのジャンペイは中断なんですかね。ジャンピーに、当たってしまい、さあ、いろいろあって、立ち B からしっかり空中でヒットしてるのを確認していたが、ダウン奪えず、逆にジャンに C を簡単でもらってしまう。さあ、体力リードはテイガー。これはさすがに空中判定なので吸えない。ここで A ドライバーですね。ヒットしてジンの体力が残り 1.5 割といったところ。さあ、ここで G 力を再度付け直して選択肢迫っていく。さあ、レヒョウでしたが、バックステップで透かされていた。いや、バックステップ引っかかってましたね。さあ、ここはしゃがみくらい限定コンボを決めて画面端。これは、そうですね、今回から、犬王陣の勝ち。さあ、今回から、凍結状態がレバーガチャしなくても勝手に回答されるので、あのようなこともなかなか見られる。さあ、次行きましょう。ソージアラックデッド、足吉さんの田岡か、足吉さんいらっしゃいますか。ソージさんはあの試合中。じゃあ、とりあえず次を呼び出しますね。ござるさんの白面と、シュータさんのラグナ行きましょう。じゃあ、空いてるんで動画台でお願いします。さあ、シュータさんとござるさんですね。こちらの二人も前作からキャラは変えずやっている。さあ、の試合で
フィルムさんが大会の借りを返す。さあ、じゃあ、掃除さん、足押しさんの動画からお願いします。足押しさん手を挙げてもらってもいいですか。あ、あちらの方にいらっしゃいますんで、掃除さんとじゃんけんして 1P、2P 決めてお願いします。さあ、まず、画面端を追い詰めているのはラグナー。ここは、投げで切り返す。さあ、今回、白面の投げ、硬直が増加されているようで、追撃に行けませんね。さあ、ここでしゃがみ D がヒットするものの、コンボには行けず、投げはしっかり抜けて、ジャンエクー対空からワンコンボ決めていく。さあ、画面端背負わしているのは白面。ここでジャンシーカウンター、これは減る。さあ、一気にダメージは3100。体力的にはほぼ五分といったところでしょう。さあ、今回、白面さんの横押しがすごい強くなってため、差し合うのがなかなかに難しい。ここで中段が通るものの、コンボに行けず。さあ、ジャンシーを被されて、さあ、白面無理はしない。ここで再度中段がコンボ。コンボを決めて、さあ、あえて叩き落としや、叩きつけはしない。それでも、白面残り体力 0.5 割ところで、ヘルズソング、ラッピーキャン、マイビーもらってしまい、一本選手はシュータラグナー。さあ、ここでゲーダーアンテミを取る。コンボは、若干早かったんでしょうかね。さあ、手だから、ターンを作っていくのはシュータラグナー。しゃがみ D からは拾いがいけず。さあ、白面の投げが通って、一気に画面端。これは4000近くまで行ってますね。さあ、ホタルはしっかりガードしている。ここで位置が入れ替わって、再度位置が入れ替わる。さあ、体力5割ほどリードしている白面ですが、ここでインフレのディバイダーからの攻め、切り返して、さあ、ヘルズファング、ヘルズ、違いますね。ガントレットハウス、ガントレットハウスと、強引に攻めていくのはシュータラグナー。さあ、ベリアレージで落として、中段はしっかりガードしている。ここでゲーダーアーテミを出していた。中段が通って、ベリアレージで叩き落として、画面端に一気に持っていく。さあ、ヘルズファンクでガードプライマリーを一個削りつつ、6A タイク。さあ、裏回っていた。これはバーストを使わざるを得ない。さあ、アーテミ、勝利を取られてしまい、どちらもワンチャンス。超アーテミは、投げられてしまい、勝ったのはシュータラグナー。で、次行きましょう。ウトさん、じゃないですね、ESP さん。ESP さんとジライさん行きましょう。ESP さんのタオカカとジライさんの楽に行きましょう。さあ、手前側は勝ってるのは、ソウジ君ですかね。アラクネが勝ち。さあ、じゃあ次、鉄さんとアルワンさん行きましょう。